はい、山田でございます。ちょっとね、今日はね、質問に答えていきます。メンズエステについて教えてください。これ質問ですね。ホームページのあるちゃんとした、メンズエステ、抜きなしの面接に行きました。風俗じゃない、抜きとか性的なサービスは禁止と、歌っていますが、給料がデリヘルぐらいでですと。で、完全個室、深夜営業あります。ソケ部のマッサージ、紙パンツなどよくわからない単語がありました。どなたか本当のことを教えてくださいと。これがまあ一つ目の質問のようですね。なのでまあ不安だってことでしょうかね。まあ、抜きなしの面接に行ってきたと。風俗じゃないし抜きはないと、歌ってますが、デリヘルぐらいのお給料だし、完全個室とか夜営業、深夜営業とか、鼠径部のマッサージとか鏡パンツとかよくわからない単語があったので不安になってるということでございますでしょうか。で、あとこれから研修をして、合格したら、出勤し、簡単な試験に合格したら出勤しますと。確認したら1日に、そのセラピストさんが3人とかしか出勤して、ないんですが、普通のお店もこんな感じで、しょうかと。出勤は皆さん譲り合ってるんでしょうかということで、たくさん出勤したい感じの方ということでございますでしょうか。ではちょっとこれ勝手ながら、誠に勝手ではございますが、こちらのご質問にお答えしていきたいと思います。で、抜きなしのメンズエステって歌ってたとしたら、まあ当店のような非風俗のメンズエステ店でしょうね。おそらく。で、そういったお店なので、まあ言ってるってことは、まあ抜きなしなんだとは思いますけれども、お店によっては、内緒でやっちゃっていいよとか、そういうような、まあスタンスのお店も、まああったりはしますね。だからそれは実際、お店の方に聞いてみていただければと思うんですが、まあ何度か言いましたけど、実際はどうなんですかって聞いて、いや、やめてくださいと。抜き行為とか、そういった風俗店で行うような行為は一切、求められてもやらないでくださいねっていうような、ことを、まあ、店長さんなりオーナーさんがおっしゃれば、そういうお店だと思うし、まあ、臨機応変にやってくださいよとかね、人気の子はまあね、そういうこともあったりなかったりするかもしれませんけれどもとか、あと、常連さんは、リピーターさんとかになったらいいんじゃないですかとかね、そういうようなまあ言い回し、要は抜いてくださいとは言わなくても、許容してますよっていうような店長さん、オーナーさんの発言、が聞こえれば、それはそういうのも OK というかね、やってる子もいる、お店なんではないでしょうか。でも見たところ、まあ、質問の内容を見たところ、まあ、しっかりと抜きなしで、やってるんじゃないかなということが、まあ、あくまで想像ですけれども、見受けられると。で、深夜営業だったり完全個室というのは、まあ、メンズエステ店はもう完全個室のお店がほとんどですね。で、ワンルームタイプ、うちのようなワンルームタイプか、または玄関入って部屋が2つ3つある、まあ、マンションタイプだったり、まあ、一軒家タイプだったりあると思うんですが、とにかく一部屋一部屋は完全個室、で完全個室であるからこそ、普段話せないような内容とかね、悩みとか相談とか、そういったものも、セラピストさんにすることができるし、また、より、周りのなんていうのかな、ガチャついた、ことがないからこそ癒される、しっかりまあ癒しに集中できるっていうのもありますので、完全個室っていうのは特別やらしいことでもありませんし、それこそ高級なメンズエステ店でなくても高級なエステサロンとか、マッサージサロンなんかもやっぱり高級であればあるほど、まあ、完全個室のお店が多いんじゃないでしょうか。ですので完全個室というのは不安視しなくていいかなという感じですね。で、あとは深夜営業もまあ特に都心部であったりですとか、それこそ都市部だったら、まあ、ニーズがありますからね。やっぱり、12時1時ぐらいまでお仕事される方もたくさんいらっしゃいますし、そういう方がやっぱりマッサージ行ける、メンズエステ行けるって言ったら、それ以降の時間になったりもしますので、深夜営業をしてるから、やらしい、怪しいということでは、ございません。普通の、まあ、健全なマッサージ店でも深夜営業したら入るお店もあるでしょうしね。
うちも一応は、3時受付、ぐらいまではお仕事を、できるというかね、営業できるような営業スタイルになっておりますが、それはニーズがあるからというわけでございます。あともう一点ね、デリヘルぐらい、お給料が良かったということですけれども、それも心配になりますよね。お給料が良すぎるというのも、ただそれがイコールだからデリヘルのようなサービスをしているかどうなのかっていうのは別問題で、お店によってはね、いいよいいよ行かせちゃってみたいなとか、オーナーさんがね、僕の口からは行かせていいとは言えないけど、みんなやってる子もいるからねぐらいのお店なんかは、それこそデリヘルのようなサービスをして、風俗店のようなサービスをして、そして、風俗店のような料金をいただくという、お店もあるでしょうし、ただ一般的なメンズエステ店というのはそういうエッチなサービス、風俗店で行うようなサービスはもちろんないですけれども、それに代わる、高額なお給料に見合う、サービス内容、接客内容になっております。施術内容にね、これはもう何度も言ってるんでちょっと手短にお伝えしますけれども、ただのマッサージ店でもないしね、やっぱり安心感だったり、安心感を提供するって結構難しいじゃないですか。安心感という何形容詞というか何わかんないんですけど、その動作じゃないし、マッサージするという動作じゃないし、安心感という感じるものを提供するって結構難しいんですけれども、安心感だったり優しさだったり、そういったものを提供する必要もあるしね、体を楽にするだけじゃない、癒しを提供する、心のトゲを抜ける、実際は抜けなくても抜けるような努力をする必要があるので、やっぱりそれなりの、レベルというかね、それなりの、技術というか、なんつうのかな、労力って言ったら大変そうに聞こえるけど、なんですよね。要は、手こきしてあげたり、お口で行かせてあげたりとか、そういうエッチなサービスはないし、そういうエッチなサービスも、それなりの、リスクがあるじゃないですか。ね、それに代わるもの、それと何類似するものではないけれども、そういったサービスではない、それに代わる、これだけの料金をいただくための、内容になっておりますので、それがエッチなものじゃないけれどもね、心に寄り添うとか、そういった部分になりますけれども、なので、それこそ風俗店並みの金額であることは、よくあることでございますし、それね、相応の満足感を提供できている、お店なんじゃないかなというのも予想することができます。で、最後に、出勤の話ですね。出勤、1日3名しか出勤してないようですが、私がたくさん出勤したらまずいんでしょうか、譲り合ってるんでしょうか、でそれとも他のお店もそんなものでしょうかっていうことなんですが、出勤に関してはね、メンズエステ店っていうのは店舗型ですからね、お部屋の数以上は出勤できないわけ、基本的には出勤できないわけですから、そのお店の、最大のお部屋の数分の人数しか出勤できないというのはあります。ただ昼夜とかね、お部屋をそのセラピストさんが、2人3人で、その時間をずらして使うということはありますけれども、朝から晩まで一日中いるという、一日中待機するというセラピストさんがいるのであれば、その方たちが、部屋の数以上は出勤ができないと。でもメンズエステっていうのはだいたい3部屋4部屋、あと場所が離れてね、なんとかルームが何部屋、こっちが何部屋とかね、やっぱりでも小規模のところでは2部屋とかで営業しますから、そんなもんだと思いますよ。3人4人、で昼夜分かれたら6人8人、それぐらいが出勤するようなお店が多いんじゃないかなとは思います。であなたがたくさん出勤したいのであれば、その希望をね、遠慮なくお伝えしたらいいですね。結構体使う仕事だし、疲れるけどね、でも週5とか週6とかで出勤、部屋さえ空いてれば出勤させてくれるんじゃないでしょうか。だから譲り合うというよりは、自分はこれだけ出勤したいんだと、これだけ働きたいんだという旨を伝えてね、店長さんなりオーナーさんにしっかり伝えて、
調整してもらうようにすればいいんじゃないでしょうか。もし、お部屋を増やす予定があるようなお店もあるかもしれないですし、他の方が辞める1ヶ月後2ヶ月後に引退される、予定があるかもしれないし、あなたのニーズを極力最大限に聞いてくださると思いますので、そういった自分の希望はね、でもごめん今はちょっと週3ぐらいになっちゃうんだっていうことであれば、それで我慢するか、他にもっとたくさん出勤できるようなお店を探すかね、そういうこともありだとは思いますけれども、まあまあ普通 3部屋あるお店で、朝から晩までいるセラピストさんであれば3人が限界というのは、まあ、より普通のことではございます。ということで今回ちょっと質問に答えてみるっていうのをやらせていただきましたけれども、これ勝手に質問に答えてるんですね勝手にすみません、ヤフーのその知恵袋のやつに答えさせていただきました。まあ的確な回答があるものにはね別に答える必要はないんですけども、これ勝手にやっていいのかね、ヤフーに怒られちゃうんですかね。まあでも、まあまあ、それだけネタ不足、ネタ切れだってことでご容赦いただければと思います。